栗原めぐみのラグレス美味しい作り方。ラグレスの美味しい作り方を教えちゃいます。と言ってもとっても簡単なんですけど、用意するものはラグレス、そしてミネラルウォーターと氷5個とシェイカーです。早速作っていきましょう。ミネラルウォーター 250ml にラグレスをスプーンすり切り3杯入れます。ここに氷を5個入れます。3、4、5、シェイクします。飲みます。うん、美味しい。私のおすすめは乾燥いちごをふんだんに使ったストロベリー、西尾の抹茶を使ったグリーンティー、リッチチョコもあります。ラグレス、皆さんもぜひお試しください。